中川先生の優しいビジネス研究、ビジネスパーソンのためのマクロ経済学第9回目、今回は経済成長の理論をしっかり学んでいただくことをスタート地点にしまして、そう、人口が減っていくこれからの日本社会でどのように経済成長していけばいいのか、この点を論じていきたいと思います。まずは経済成長の基本モデルというものを皆さんに知っていただこうと思います。まあその後いろんな改良版があるんですけども、皆さんにはこの原点たるロバート・ソローという方が開発したソローモデルというものを知っていただきたいと思います。 GDP というものは、まあこの AKα L1-α みたいな、こんな形になっているんですけども、この数式の形が大切なのではなくて、経済成長って結局要素としてはどういうものが経済を育てているのか、ここの点を押さえていただきたいんですよ。まあまずここで見ていくべきなのは、最初この K と L からいきたいんですけども、 K というのがキャピトルということで資本を意味する言葉なんですね。資本蓄積量ということで、結局皆さんが100万円の資本でできることと1000万円の資本でできることと1億円の資本でできること、全然変わってくるじゃないですか。ですから同じ仕事をするにもどれくらい社会に資本が蓄積されているのか、これがまずその経済力の第一のポイントになってくるので、資本蓄積量キャピトル K なわけですね。そして同じようにです、人口が10人の社会なのか100人の社会なのか1000人の社会なのかによって仕事の内容はやっぱ全然変わってくるわけです。労働の供給量によっても経済力というのは決まってきますね、ということで Lレイバー、労働量ですね。こちらが入ってるわけです。で、このキャピトルとレイバーを組み合わせて仕事をしていくわけなんですけれども、じゃあそれでどれくらい高度なことができますかというのが A という要素。全要素、生産性という言い方をしますけれども、技術の水準とかですね、はたまたビジネスモデルが上手に組めているかどうかによって、1000万円の資本金と2人の人材で仕事をしたとして、技術の状況、ビジネスモデル、これらによって変わってくるわけですから、そうしたもののミクスチャーとして、結局どれくらい商品やサービスを算出できるのか、それが全要素生産性ということで、この A と K と L というものが複合的に組み合わさって、その一カ国の中でどれくらいの生産活動が行えるのかが決まってくる。これがソローモデルというものです。まあ、ここで α と 1-α というのは、まあ、この数学的な分析をしていく上での設定ということで、皆さんそんなにここは気にしなくていいです。まあ、分配率という言い方をしますが、結局これが国によって分配率、K と L の果たす役割の度合いの違いというのが、この分配率というところに出てくるわけなんですけれども、まあ、これは数学的にモデルを作るためにこういうものを導入したというのに過ぎませんので、皆さんそんなに気にしなくていいです。このソローモデルというのは非常に当てはまりがいいことで知られていまして、今も改良版のソローモデルというのが GDP の状況ですとか、これから先の経済政策を考える上での推定に使われています。それぐらい非常に出来の良いモデルだったわけなんですけども、だとすると、ある程度まあこのソローモデルというものを信頼するとすると、経済成長というのは結局、K か L か A か、この3つの要素のどれかを改善するしかないんだと、そういうことになるじゃないですか。つまりは K、キャピトル、資本を増加させるということ。これが短期的に一つの国内での資本の増加量というのが限定されてくるんなら、どういう手段があります?そう、ここに書いた通り、外資を導入して、外資の方に資本を我が国に入れていただければ、それで経済成長していくわけなんですよ。次。L、労働力の増加と、これも一国内で基本的にこの人口動態上そんなに大きな変化がないんだとしたら、 L を劇的に改善しようと思えば移民策なんですね。アメリカもそう、イギリスもそう、ドイツもとそう、フランスなんかでもそうということで、この経済力は大きい国がその国力を維持するために我が国以外の様々な国に捉えているのが移民策ということになるわけです。そしてもう一つは A ということで、全要素生産性、このキャピタルとレーバーを上手に使ってどれだけ効率的に物事を算出できるのかということで、ここの改善というのが本質的に重要なところなわけですね。そのためには社会の効率化ということがまず第一には求められる。無駄な仕事をしていてもしょうがないじゃないですかと、成果につながるようなことをしっかりやっていきましょうという、社会全体の効率化をしていくということ。
まあ、この中には産業レベルの選択から入ってきます。我が国としてより効率的に生産が可能な産業を行い、生産性の低い産業から撤退していくというような産業レベルでメリハリをつけていくことによっても社会の効率化は達成されてきます。そしてもう一つがイノベーションなわけですね。どん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 新しい新製品、新サービスが生み出されたり、生産方法が改善、革新を繰り返していって、このイノベーションによって社会の効率化、生産されているものそれ自体が変化していくことによっても経済成長ということは成し遂げられるわけです。そんなわけで、このソルゴモデル、ちょっとじっくり話をしてきましたが、大切なモデルだということ、皆さんお分かりいただけたんじゃないかなとは思います。で、今日の話はこれをベースにしまして、先ほどは GDP だったじゃないですか。経済成長にはもう一つ別の形があるんだっていうのがここで論点になるところなんですよ。 GDP、 一国としての経済力を高めていくというアプローチと、一人当たり GDP、 一人当たりがどれくらい豊かになるのかという二つの成長モデルが存在しているわけなんですね。一人当たり GDP にしようとするなら、さっきの式を変換していけばいいわけで、 GDP をレイバーで割ればいいわけですよね。労働者一人当たりの生産性にするなら、こっち側にその L というものを入れていきますと、まあこれがソローモデルの上手な点でして、数式がこう綺麗に改良されまして、一人当たり GDP はご覧のような式になるんです。まあ、こちらの数式にすぎは当たり前なんですけども、一人当たり GDP を上げようとすれば何が大切になるのか、もうお分かりですね。この一つには A、全要素生産性、社会の効率性とイノベーションが重要なのは変わらない。それからキャピタルの蓄積、資本の蓄積というのも重要なのは変わらないんですが、ここは変わるわけですね。L は増えれば増えるほど短期的には GDP の減少につながるわけなんです。というわけで、一人当たり GDP を育てていこうと思えば、イノベーション、社会効率化、そして資本の蓄積、これらのことが大切になってくる一方で、労働力を増やしていくという形からは見切りをつけなければいけないのだと、こういうことになってくるわけなんです。ここが今我が国が差し掛かっている分岐路のポイントなんです。経済成長には大きく2モデルがある。人口を増やしていきながら GDP そのものを高めていくという超大国を目指していくモデルですね。アメリカ、中国はこっちに振ってるわけです。巨大な人口をしっかり確保し、アメリカにおいては移民で、中国においては自国の国民でもって、巨大な人口で世界で抜群の GDP シェアを誇っていくという大国を目指していくモデル、これが一つの成長の方向性。はたまた人口成長ということはもう狙っていかないで、一人当たり GDP をこそ高めていきましょう、一人一人の豊かさこそが大切ですねということで、ひたすら産業を高度化させ、社会を効率化させていって、人口が減っていく、はたまた人口が少ない中で維持していく中で経済力を高めていく、こちら側を明確に狙っているのがスイスやシンガポールなどスモールカントリー、小さな国の経済成功のモデルだと考えられているんです。日本の現状はどうなのか。人口1億人ぐらいの社会で、どちらも目指せる社会にあるからこそ、私たちは非常に悩ましい状況に置かれているわけなんです。さて、どちらを目指していけばいいのか。まずは大国を目指していく方向性を考えていきましょう。こちらはひたすら人口ボーナスというものを狙っていくと、そういう経済成長モデルなんですけども、そう、この人口ボーナスというのは大変重要な概念でして、ハーバード大学の人口学者デイビッド・ブルームさんという方が発見したんですけども、経済成長って要するに人口成長期に起こっているんですよと。この旺盛な消費意欲を持つ若者たちがぐっぐっぐっと増大していって、彼らが家を持ち、家族を持ち、好きに消費をしていく中で経済成長というのは牽引される、これが実は起こっていたんです、20世紀においては、と。これが分かっているわけなんですよ。実際20世紀の高度成長というのは日本の人口増加期とぴったり一致しますし、なんなら中国でも東南アジアでも、この20世紀に大きな経済成長を遂げた地域というのは軒並み人口ボーナスの恩恵を受けていたということになるんです。それが分かっているから、
近年イギリスやフランスやドイツのようなところはひたすら移民を受け入れて移民のこの成長力で国を維持してきていた。まあ言うてもアメリカも同様で全世界から本当頭脳とできる人を集めてこの移民国家として繁栄を享受しているわけなんです。しかし現在日本はどうなっているか、中国や東南アジアがどういう状況になっているのかといえば、人口ボーナスの反動ということが生じているわけなんです。そしてこれは移民型の国家においてもいずれ迎える将来待ち受けている厳しい現実なんですね。これが日本によって実際に起こったこと。1970年におきましては高齢人口1人に対して若者が 8.5 人、めちゃくちゃ元気な国だったんですね。そりゃ経済成長もするわというところで、これが、まあ、2010年、まあ、直近の現状で言いますと、老人1人に対して若者が 2.5 人、まだそれでも老人を支えることができる社会であるとして、2050年には老人と若者がほぼ同数になってくるというわけで、この人口ボーナスの反動として起こってくる急速な少子高齢化というものが、我が国の社会をものすごく厳しく生きづらいものにしてしまっているわけなんです。そんな中で引き続き大国を目指していくとなったら、我が国によっては率直なところ本当にもう移民を受け入れるしか、なんなら答えは見えていないわけなんですけども、しかし我が国のこれまでの辿ってきた歴史と近隣諸外国との関係を見ますと、この移民型の成長ということはなかなか国民として受け入れにくいような状況が起こってしまっているわけなんです。かくして小国、小さい国ながら国民一人一人が豊かですねという形を目指していくべきなのではないのかと、というのがもう一つ別の未来として提示されるようになってきている。まあそこで日本が一つ参考にすべき国としては、スイスという国があるわけなんですけれども、観光にラグジュアリーに、それからスイスというのはですね、本当に人口比によって日本のはるかに小さい国なんですけれども、巨大なグローバル企業をいくつも持っているんです。私たちもよく知っているネスレさん、それから実は私たち隠れていろんなところでですね、お頼りにしている製薬業のロシュ、金融のチューリヒ、人材のアデコという形で日本社会にも非常にプレゼンスを持っている企業群を抱えているのがスイスという国なんです。このような形に変転していく必要があるのではないのか、この一人当たり GDP を伸ばしていく方向性というのが今日にわかに注目を集めているわけです。そのためにはこの小国モデルを実現するためには何が求められているのか、先ほど見てきた通りもう答えは出ているわけなんです。全要素生産性を高めていくか、はたまたキャピトルをしっかり蓄積していくか、この2種類のどちらかであるとして、すなわち第一には産業構造のダイナミックな転換ということが一つに求められることになるわけなんです。ひたすら高付加価値産業に集中していく、そのためには国民一人一人のリスキリングなんてことは最近話題になっておりますけども、教育水準を高め、国民の能力を高めていって一人一人が抜群の産出能力を実現できるようになっていくこと、これが第一に求められている方向性だ。これが今の日本の政策の一つの方向性なわけなんですね。産業構造を高度化していくためにこそ、国民から教育や学びの形を丸切り変えていく必要があるのではないかということ。そして第2には、小国のモデルでうまくいくためには、外貨を稼いでくる、自国以外の市場から稼いでくることが必要不可欠になってくるんです。これも我が国が苦手としていることなわけですね。グローバル市場を狙っていくということ、なかなか語学的にも不利な状況にあって、まあそれを言い訳にもしたりもしまして、外に出ていかないのが我が国の一つの文化的特徴ではあるので、グローバル市場を狙っていくということ、これも日本のもう一つの課題となっているんです。そして第3には、このような文脈の中で、イノベーションが求められているわけなんですよ。とにかく新しい商品、サービス、技術、こうしたものをどん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 生み出していく活力ということが、結局小国として繁栄していくためには必要になってくる。まあ言うて大国として繁栄するためにも必要になってくるんだということで言えば、お分かりいただけましたでしょうか。我が国は人口減少社会であり、高齢化と極度の高齢化を迎えているからこそ、こうした経済成長のモデルというのを社会の中に埋め込んでいくことが今求められているわけです。